2021年京都で100店舗以上のラーメン店を食べ歩いた記録になります。よろしければ最後までお付き合いください。パート16、最初のお店は京都市中京区阪急河原町駅から徒歩1分、バカボンはじめさん。こちらでは牛タン麺を注文。河原町の路地裏で営業されている炉端居酒屋バカボンはじめさん、ランチ営業のみこちらの牛骨ラーメンがいただけます。スープは牛骨の旨味と野菜や果物の風味がして深みを感じる、オリジナリティあふれる少し甘めのスープです。麺はまるできしめんのような形、食べ応えもありスープがよく絡んでとても美味しい。こちらの牛タンに麺を絡ませて食べるととても斬新で新しい。居酒屋さんということもあり調味料がとても豊富に揃っています。いろいろと試しましたが、こちらのラーメンはそのままの味を楽しむことをお勧めします。昼のみラーメンが食べられる居酒屋バカモンはじめさんからでした。続きまして、京都市中京区阪急河原町駅から徒歩1分、なんだってさん。こちらではトマトカレーつけ麺をいただきました。こちらは河原町の京極商店街から細い路地にあるラーメン店。そこでいただくつけ麺は提供された後もグツグツと煮えくり返るトマトつけ麺。麺は縮れた細麺、具材はチャーシュー、味玉、海苔、ほうれん草。なんだか家系ラーメンを連想してしまう。トマトの酸味を感じるスープに麺を浸して食べると口の中にトマトが広がる。そして何よりこちらのお店、チャーシューがとても美味しいんです。細い路地に佇むお店、京都河原町のなんだってさんからでした。次のお店は京都市伏見区京阪富士の森駅から徒歩5分、深草製麺食堂さん。こちらでは特製鶏白湯を注文しました。見てください、こちらのラーメン、まさに具材の宝箱。特製にするとなんかもういろいろついてくる。チャーシューがなんとまだネギの下にも隠れている豪快盛り。これはスープからいただくのが一苦労だ。具材をのかしスープを出すと出ました、濃厚鶏白湯スープ。鶏の旨味がギュッとしています。ひときわ目を引くチャーシューは低温調理されたレアチャーシュー。噛むと口の中いっぱいに旨味が広がる。やっと出てきた麺は少し具材に押され気味な中細ストレート麺。いやおうなしに具材も絡んでくる。そしてなんといってもチャーシューと麺にスープをよく絡ませていただくのが最高にうまい。濃厚鶏白湯にうまいレアチャーシューを絡めて食べる至福のお店、深草製麺食堂さんからでした。さてさて、お次は京都市伏見区京阪富士の森駅から徒歩3分、ラーメン小僧さん。こちらでは焦がしニンニクラーメンを注文しました。ニンニクの香ばしい香りがするこちらのラーメン、焦がしニンニクが無数に散らばり、まるで夜空の星々のように。スープは豚骨でニンニクとコラボレーションしてとてもうまい。麺はストレート細麺、麺を持ち上げるとニンニクが絡む。どこを食べてもニンニク。味玉はとろみがあり口の中でとろけ、チャーシューもプルプルでスープがよく染み込んでとても美味しい。そしてプラス200円でこちらのキムチをトッピング。キムチに豚骨は絶対に合うはず。しかし意外と量が多かった。トッピングは少しずつしましょう。体がとてもホットになる焦がしニンニクラーメン、富士の森のラーメン小僧さんからでした。このパート最後のお店、京都市東山区京阪四条駅から徒歩3分、平安さん。こちらでは名物のからしそばを注文しました。見た目はごく普通のあんかけ、具材たくさんでとろみがありとても美味しそうです。しかしなんとからしが大量に入ったあんかけになっています。麺はストレート中細麺、あったかいあんかけがよく絡んできます。
具材もいろいろな種類が入っており、エビ、鶏肉、キクラゲなどなど。ただこちらものすごく辛かったです。このからしそば3段階の辛さがあり、真ん中をとりあえず頼んでみましたが、食べると口の中がひりつく辛さ、頭皮の毛穴が広がり髪の毛が逆立つような感覚に。味自体は美味しかったのですが、いかんせん辛すぎる。初見の方は絶対に一番少ない方を選んでください。ちなみに辛さは上から大学、高校、中学の3段階です。京都祇園にある名物からしそば、気になった方はぜひ行ってみてください。初見の方は中学を頼みましょう。最後までご視聴ありがとうございます。京都で気になるラーメン店がありましたらコメントください。できる限り行ってきます。